先日日ののポッドキャストミーティングに参加ししたたももです当日はどううありがとうございま交流タイムが終わった後に、うんうん、奥山さんと会話させていただいたことに少し絡むのですが報道の役割とマネタイズマかっコビジネスのバランスの中でそもそも報道の役割をマスに対するアプローチと定義する必要があるのかが気になっています。 日経やニューヨークタイムズなどは読者を絞ることでビジネス的な成果を出しているように思いますがそれは報道から外れた考え方でしょうか50代男性いうか報道はね、えー、マスにアプローチしなきゃいけないのかともう絞った方がいいんじゃないかみたいな話ですよねもともとアプローチしてたのかなっていうのはすごく考えますねマスにマスにうんまあ報道の定義自体が変えていくことはまあ、うん それがむしろ面白い時代だなと思いつつ昔からいわゆるジャーナリズム特ダネスクープとかって言ってるものが誰向けに書いてたのかなっていうとうん、うん、なんか少なくともマスじゃなかったような気はしましたねこの質問を読んでえー、その答えの誰向けっていうのは誰向けなのなんかどんどんこう学問に近づいてるような気がしてて学問 こう論文、まあ、学術会議の話とかで、そういう自由みたいなところが議論されたかと思うんですけど、結構報道も、なんかこう、真実っていうものに対して、ただただ、真摯にあるっていう意味においては、結構なんか学問に近いんじゃないかなという気がしてきてて、で学問って、まあ、儲けのためにやってるわけでも一応ない。 まあそうだよね。で、まあジャーナリズム、報道も、まあ結構そこは一緒、うん、確かに。で、儲けっていうのが一旦外れた途端に、それ読者層みたいなのも、うんまあ、ある意味自由になれるというかなってしまうみたいなところがあって、うんうん、で結構最近のネットの中でがっつり読まれるコンテンツとかって、うん、専門性が高かったりして。確かに。で、従来の、 まあ、こう、なんとかが分かったみたいなものっていうのは、まあ、これはもう10、10年以上前からネットだとあんまり響かないよね、みたいなのは、速報席に座ってても分かってきたことで。うんうんうん、10年以上前っていうか、なんか、この歴史上一回もないんじゃないのそのな。ないですね。<laughs> 徳種ね、何々であることが分かったっていうのは、スクープですよね。はい。は、読まれないよね。読まれない。うん。で、かつ、まあ、例えば、森友みたいな、うんうん、こう、 報道にによってて初めて明らかになるもの、うん、まあこれもどうなんでしょうねどこまで読者層を想定してたかっていうとすっごいなんかメリハリというか、うん、ふわっと世の中のためみたいなところはある一方で特定の誰かのためってなると誰も想定してなかったような気もしてんなんか絞る以上にもはやなんか考えてもいなかったみたいな。 だから何なんですね。この質問に対する答えで言うと、そもそも何か絞る？以前に考えてないところに報道っていうのがあるっていうのがあらわになってきたのかなっていう気がしてます。うん、なかなかね。面白い問題提起ですね。はい、うん、どうですか？伊藤さん報道の学問かそうですね。まあ,あの。 報道に関して、受益者っていうのは、たうん、単なる読者だけじゃないと思うんですよ、要はそのことが明らかになったことによって、ね、結果として世の中が良くなる、うんえー、例えば、おけがストーカー事件があって、うん、あのあと、警察が全然相手をしてなかったことが分かって、うん、それが分かった頃か,らこからこそ法律ができるわけじゃないですか。そう,ね、そうなった瞬間に えー、その報じたメディアが誰であろうが、追及した本がどういう本であろうが、うん、その受益者って国民全体になるわけじゃないですか。かっていった場合に、えっと、その商品としてどう売れていくかって話と、そ,のそれによって、益を得る人って買った人だけじゃないよねっていうのは分けて考えた方がいいと思う。 そういう意味ではさ、奥山さんさ、はい、森友学園報道もさ、はいその、公文書を改ざんしちゃいけませんよっていうさ、バカみたいな結論だけど、はい、でもそういう大事なことは伝えられたんじゃないの伝えられましたね。うん。え <laughs> だから、まあでもそこがじゃあさ、森友学園報道があったからって、新聞の部数が増えるわけではないんだよね。これは、なので、むしろビジネスのために報道をやるっていうのがあんまり相性はよくないことで。そうなのよね。 すごく分かりやすい点からも、もっと広い意味でも、なんかこう、それがたとえ社会的弱者であっても、その人のためだけにやるのが報道かっていうと、うん、なんかこう、すごく考えがいのある世界に入ってきてます。うん、<laughs> なんか。<laughs> なんかずいぶん物が挟まったよう、ね、な。いやいいや、なんかね、これね、事前に神田さんからいきなり送られて。うん、いきなりっていつもそうでしょう、ね。そうですね。<laughs> 考えちゃったんですよね。考えちゃった。でも。<music>